開幕6連勝へ向けて27イニング連続無失点継続中の大谷翔平の時間が始まります。まずは先頭、現在パリーグリーディングヒッターの秋山、追い込んでから152キロのストレート空振り三振。出だしから大谷翔平まっすぐが走ります。2アウト後、3番浅村、ここもストレートでした。さあ、ストレートの走りいかがでしたか。まあ、球の走りも良かったんですけども、何よりも立ち上がりから力みがなかったですよね。そして2回、好調西武打線、クリーンナップ4番中村、155キロストレート空振り三振。また一つギアを上げてきます。さらに5番メヒア、今度は高速フォーク、139キロ空振り三振。さあ、そして注目のプロ初対決、大谷対森。春の選抜甲子園では3打数2安打森が打っています。初球スライダーから入ります。2球目、スライダーを続けて空振り。さあ、そして辰巳さん、ここからですね。はい、特に森と選手の時に球が一段と速くなるんですよね。はい、155キロをファール、追い込んでから最後は157キロストレート。ここも素晴らしいまっすぐですよね。初対決は大谷に軍配が上がります。大谷そして森、平成の名勝負が幕を開けました。完璧なピッチングを見せる大谷を援護したい日本ハム打線。3回表、ランナーを1人置いて2戦連発の4番中田、しかし見逃し三振。西武ルブランの前に得点を奪うことができません。さあ、大谷のピッチングは6回、西武の上位打線を迎えます。1番秋山、3球三振、157キロストレート。続く栗山、今日最速159キロストレート、完全にスイッチが入りました。今日も指にかかった時のストレートはもう素晴らしいボールでしたね。6回まで9奪三振、続く7回です。先頭3番浅村、追い込んでからストレートをライトへ、初めてノーアウトからランナーが出ます。まあ、ここは素晴らしいコンパクトのバッティングでしたね。続くバッターは今日はまだノーヒット、4番中村。その初球、フォークを打たせてサードゴロ、ダブルプレー、まさに狙い通り、渾身のピッチング、このガッツポーズ大谷。依然ゼロ更新続きます。なんとか若きエースに勝ちをつけたい日本ハムは8回裏、ツーアウトランナー二塁一塁、先制のチャンスを作って5番ハーミッダ。打球はライトへ、外野が前に来ていました。ライトの頭上を超える2点タイムリー。まあ、ここは追い込まれていたんですけど、おそらくスライダーに少し意識があったと思うんですよね。それがいい結果につながりましたね。2対0、ついに8回に均衡が破れます。さあ、そして大谷翔平、今シーズン2度目の完封へ、そして自身6連勝へ、完投で大谷劇場完成するか。西武はこの回高打順1番秋山、ここは粘ります。9球粘った後の10球目、今日初めてのフォアボールを与えます。まあ、このフォアボールは秋山選手本当によく粘りました。さすが首位打者ですね。さあ、そして今日初ヒットを許している2番栗山、追い込んでから高めのフォークボール、見逃し三振。これが今日11個目の三振です。完封まであとアウト2つ。3番浅村の打球ライトへ、ルーキー浅間ダイビング届かず。打球が転がる間に一塁ランナー秋山が帰ってきて2対1。浅間選手、これ素晴らしい思い切りなんですけど、結果的にピンチを広げてしまいました。大谷は9回途中113球、11三振1失点でマウンドを降ります。栗山監督は2番手のマウンドに守護神増井を送ります。ワンアウトランナー三塁、ランナー変えればたちまち同点。迎えるバッターは4番中村、ショートへの当たり、しかしショートライナー。まあ、これ完全に芯で捉えたんですけど、ね、大谷選手に隙があるっていうのはそういうふうに感じましたよね。あとアウト1つ、5番メヒア。さあ、大谷6連勝なるか。今日最大のピンチを迎えます。好調西武打線追いつけるか。打球はまたもライトへ、抜ければ同点。運命の打球、
ルーキー浅間のグラブに収まりました。2対1、緊迫のゲームを見事制した日本ハム、帰ってきた投手大谷翔平、見事の